それでは今年の今日のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日はバス思想があったんですが、私はアウカリ保育ペンギンさんの方を担当させていただいたのでバス思想には行かなかったんですが、今日も昨日は雨が降ってしまって今日どうかなと思ったんですけど、曇り空で外で楽しく遊ぶことができました。やっぱり年少さん、双葉さん、つぼみさんはやっぱりまだママがいいなって最初朝なってたんですけど、お外行くよって言うとやったーって言うと、もう元気いっぱい遊んで、もうママのことを忘れていっぱい先生たちと楽しく遊ぶことができました。またやっぱりお友達が登園してくると、誰々くんおはようっていうのも年少さんからも見れるようになってとても嬉しくなりました。また今日給食が豚丼とかだったんですけど、豚丼もいっぱいお外で遊んだせいかもりもりいっぱい食べて、みんなの大好きなみかんゼリーが食べられてとても嬉しそうにしている姿を見れてとても幸せになりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。